はい、今日は東京店土方さんに、僕がいつも動画で車両紹介の動画でお話しさせていただいているボンド基準についてちょっと詳しく解説というか、はい、まあ、お話をお伺いしようかなっていう、そういう動画です。はい、はい、ちょっと今回もあんまり堅苦しくなく、まあそうですね、いつも通りで、はい、よろしくお願いします。で、僕毎回その車両紹介の時に、ボンド基準なんで、ボンド基準なんでって言ってるんですけど、はい、こう具体的にちょっとこう、これがボンド基準ですよっていうのをお話ししたことがなかったんで。ああ、なるほど、はい、はい、ざっくり言うと、はい、まあ当然ボンド基準っていうからには、はい、ボンドグループで決めた内容になってるんですが、はい、通常車の事故歴ある修復歴、はい、意外とこう曖昧だったりするじゃないですか。っていうのを、その曖昧というところを逆に考えて、はい、じゃあ曖昧にならないようにしようというのが、もうボンド基準、はい、ボンドクオリティの始まりっていうことです。まず商品車を我々が仕入れて、在庫車として店頭でお客様に販売するにあたって、まず明確な決めとしては、ドア、はい、あとはボンネット、はい、トランク、はい、まあ、いわゆる車の外反パネルですよね、はい、これの交換歴がないっていうのが前提です。それはもう事故修復歴がないっていうのの、そのさらにその上を行く段階ですね。その通りです、その通りです、はい、でなぜそこまで基準を厳しく設けているのかというと、万が一ドア交換、パネル交換気がついたとしても、その内側にある細いフレームだとかピラーだとかっていうのが、ある人が見たら全く損傷がない、でもある人が見たらちょっと歪んでないかっていう曖昧な部分であるんですね。それはオークションの検査基準もそうなんですよ、はい、見る人によっては事故歴なしだったり、はいはいはい、見る人によっては事故歴あり、はい、そういうのをお客様に迷惑かかる可能性がありますので、ボンドグループにおいてはまず査定の基本としては、はい、外反パネルの交換歴がある車は在庫にはしません、はい、まあ、要はもうグレーなものはもう取り扱わない。その通りです、はい、もう白か黒、もう白のものしか取り扱わないということです。その通りですね。で、あとは事故歴に関しても、ちょっとその、はい、世間一般の考えるその修復歴と、うん、はい、僕らの考える修復歴ってちょっとズレがあるじゃないですか。ありますね、はい、で世間一般だとやっぱりちょっとでも修理したら修復歴、うん、はい、はい、ちょっと、ね、例えばこすって工場で直してもらったら修復歴っていう方、うん、風に思ってる方が多いと思うんですよ。そうですね、はい、実際にその修復、修復といっても、はい、軽くドアに線傷がついちゃいました、はい、ペイントしました、これ別に修復というか板金歴というか塗装歴なんで、はいはい、査定上そんなに大きく響くものでもないですし、修復歴にならないですよね。ならないです、はい、ならないですね。だ、修復歴を事故歴と、あの、考えた方がいいと思うんですけど、あの、今のここのお話においては、はい、修復歴ってボンネット交換してもトランク交換してもドア交換しても、はい、修復歴には全くならないんです、ならないんです、はい、人間で言えば骨折とか、はい、ひびが入ってるとか、はい、骨の部分、骨格部分を触った、交換した、溶接し直した、はい、スポットを打ち直している、はい、これが事故歴の基本として考える。だからもう骨格の部分に手を触れなければ、うん、もういくらぶつかってようが、はい、いくら直してようが、はい、修復歴にならないんですよね。その通りです、はい、うん、なので、でもそれって見る人によって先ほど言ったように違いが出る可能性が極めて高いので、私どもボンドグループとしてはそれは全て排除したい、可能性のあるものに関しては全部排除する、うん、そうです。で、下取りでいただきます、はいはい、買い取りでいただきます、はい、っていうお車で、そういう車があった場合は、はい、そういう査定にもう当然金額的なことも、はいはい、あの、反映されてきますので、それはそれでうちがオークションに出すとか、はい、他の業者さんに、はい、買っていただくとか、はい、っていうふうにして、はい、うちの在庫からは全て排除をしておりますと、はい、あともう一つ、はい、まれにフェンダー交換、はい、ボンネット交換でも、はい、弊社在庫として置く時があります、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。僕意外だった。そうですか、はい、それは条件があります、はい、まず、はい、ボンネット交換した理由が明確である、はい、ただ、はい、ぶつかった可能性があってボンネット交換したということではなく、はい、カーボンボンネットにしたい。あ、はい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 、ちょっと前まで、はい、あのベンツの S クラスとかで、はい、ロリンザのスポーツフェンダーとかありましたよね、はい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 、あれはどうしてもフェンダー当然交換するので、はい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 、そういったことに関しては、はい、うちのボンドグループ内で作業しました、はい、っていう明確に、はい、
履歴ですね、はい、その直したカスタマイズした内容の履歴が分かっていれば、はい、フェンダー交換ボンネット交換してますが事故によるものではないので、はい、在庫では起きます。経緯がはっきりしているものに関しては、はいはい、その通りです、はい、綺麗なボディの状態で、はい、エアロパーツカーボンボンネットをつけるがために交換したと、はい、そういう理由が明確であってうちで作業しているものであれば在庫としておきますと。なるほど、そういうことです、はいはい、あとはこれは大きくしっかりとした決めじゃないんですが、はい、基本は距離の少ない車は低走行ですね。そうです、はい、もともとは3万キロ以下っていうので、はい、ボンド基準としてやってました、はい、である一部車種においては、はい、うちでカスタマイズしてて、はい、メンテナンスもずっと入っていて記録簿もしっかりついた車においては、はい、3万キロを超えている車も、はい、たまにありますが時々入ってます、ね、はい、ありますね、はいはい、それはうちで全てメンテナンスしました、はい、カスタマイズしました、はい、履歴がはっきり分かっているものにおいては、はい、状態が良ければ3万キロを超えてても在庫することもあります、はいはい、あとは当然、うちが仕入れた店頭に並べるっていう時に、はい、記録簿がちゃんとある、はい、取扱説明書がある、はい、前オーナー様の詳細がはっきり分かっている車、はい、っていうことで決めて、はい、ボンド基準として在庫でやっております、はい、本当に厳選してるんですね。してますね、はい、ブログなんかだと見てくださってる方だと結構ご存知だと思うんですけど、はい、オークションで、まあ、仕入れる場合に、はい、こう良さそうな車をピックアップしても、はい、結局1台も買ってこれない。そうですね、値段の問題じゃなくてじゃないです、はい、コンディションの問題で、はい、ちょっとはっきりしないなっていうものに関しては仕入れられないんで、うん、そうですね、はいはい、結局1台も買ってこないなんていうのも結構よくある話なんですよね。よくありますね、はい、だから毎日毎日日本全国でどこかしらでオークションやってますので、はい、これはという車があれば必ず現地までうちのスタッフが見に行きます、はい、で見に行って、まあ、1台2台のために北海道行ったり九州行ったりもしますし、それでやっぱりちょっとこうグレーだなっていう車においては絶対仕入れしませんし、はい、ね、間違えてこちらに在庫でお客様に売るっていうことはない、そのつもりでやってます。本当に安心して、もう極端な話で言ったらもう車の装備と色だけ見てもらって、うん、もう目つぶって買ってもらってもいいですよっていうぐらい、もう本当そうですね、はいはい、あと極端なことだ、まあ、それだと極端な言い過ぎかもしれないですけど、はいはい、でも実際に大きい過臭があるとか、はい、必要っていう状態の車であれば、はい、もうそもそもが事故歴じゃなくても、はい、交換歴がなくても、はい、仕入れしないので、はい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 、いう感じで仕入れを、ね、車も買おうと思えば見なくても買えるんですよね。そうなんです、見なくて買えます。ネットで今全部オークションも買えるんで。そうですね、はい、ただそこはしっかり手間をかけて電車を確認して、うん、間違いない車を仕入れてくる、ね、そうですね。あとは正直言うと、はい、うちボンドグループとして在庫で置いてる車って、はい、オークションに出てこない車が多いですよね。なのでオークションの仕入れが、はい、なんていうんですか、主になってるわけではないので、はい、あくまでもオークションの仕入れはサブ的な感じで、はい、まあ、やってますね、うん、あとはその独自のネットワークだったりお客様から買い取りさせていただくっていうことが、はい、そうですね、はい、過去に販売した新車中古車それの、買い取り、はい、下取りだったり他の業者様から下取りの車が入ってそれの、まあ、各営業スタッフのつながっている人脈だったりそういうのでいただいたりっていうのはしてますね。そこまでしないとなかなか、まあ、車のコンディションなんかも把握しやすいですし、ね、そうなんですよ、はいはい、またその再販するときに間違いなくお勧めできるっていうと思いますね、はい、そのつもりでやってはいます、はいはいはい、というわけで今回は、ボンド基準について、ボンドカーズ東京の土方さんに、お話を伺ってみました。まあ、ちょっと中には、まあ、高く感じるお車も中にあるかと思うんですけれども、はい、まあ、それだけ、まあ、仕入れにこだわって、うん、まあ、装備だったりだとかコンディションにこだわった、うん、車両を販売させていただいてますので、うん、ぜひお問い合わせください、はいはい、そしてない車に関しては、うん、探してそうですね、はいはい、販売させていただくってこともできますので、うん、オーダー車という形で私どもで探すこともできますので、はいはい、ぜひお気軽にお問い合わせください、はいはい、というわけでチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。であとうちの場合はもう徹底的にその事故車とか事故車の可能性があるものって扱わないですけど、うん、事故車が全部ダメかっていうとそうじゃないんですよね。そうちゃんと直ってるものに関してはそう、うん、いいだと思う。全く問題ないです。全く問題ない。ただちゃんと直ってるかどうか分かんないから、うん、結局みんなそうちょっと、うん、でちゃんとしてる会社はもうちょっとそういうのは取り扱うっていう。そうあとはまあ、当然
車屋さんに携わっていれば大体わかると思いますけど、一回潰れたフレームって元の強度が出ない、完全には戻るんですよ。そう、うん、だから今その切って切って、そう、そうですよね。そうだからそういうことも考えて、でも骨折したものってここだけ強くするから、人間と一緒でこう入った時にこれが強いからこっちの奥まで今度入っちゃうとか、ドアのピラーもそうだし、だから同じ強度は出ない、分かんないですよね。その通りで、同じ強度は出ないから、フロアなんか適当に直されると次お金も払えた時にありえないほど押されちゃうからね、強度が下がっちゃって。でもちゃんと直してれば、確か BM だっけな、なんかその YouTube で動画のしてます、してる、なんかその接着剤、ちゃんと接着剤で直せば、はい、ちゃんとその強度がなんか空き缶かなんかで、そうそうそう、メーカーの規定通り、はい、メーカーの規定通りにやれば、はい、ボックス型でちゃんと作ってるから、はい、そうなんですよね。そう、同じ強度が出せる、その指示通りの修復方法で直せば、その通り、ちゃんと直せる。そう、ただそれは分からないから、うん、はい、僕らは取り扱わないっていう、それも、はい、でもそうは言っても、はい、普通の板金屋さんレベルではそんな修理できないし、はい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 、そうなんですよね、うん、そう、だからそれもやってられないしっていう、はい、やってるかどうか分からないです、分からない、だからちょっと縮んじゃったフレームを切れない程度にグイグイグイって伸ばして、はい、外寸っていうか寸法だけ合わせて、はい、はい、OK みたいな、はいはい、ってなるとね、いろんな弊害が出てくる。だから結局はどういうふうに直したかが見えないじゃない、フレームを、ね、切った貼ったしてる時の動画を保管してあるわけじゃないし、口だけだし、だからそういう曖昧さが嫌だから、うちはやめようっていう。あとは逆に、でもうちで例えば事故しちゃって直すっていう時は、うん、もう外注じゃなくて自社 そのボンドボディで直せるんで、そうですね、まあ、その辺は安心ですよね。そう、はい、うん、それは全然、もし万が一自分の乗ってる車が事故になっちゃっても、うん、はい、もう全部確認して、そう、必要だったら、うん、はい、どういうところをどういうふうに直してるっていうのをちゃんとオーナーさんに分かるように直した、はいはい、うん、そこは全部こう自社でやってるっていう強みですよね。そう、うん、なるほど。